2014年8月号の6番のカッコ2のデコボコの四角形を数えようということなんですが、円があって、P1 がいて、反対側、2N の頂点があるからそれを2で割って2本のバーができますね。あ、N 本のバーができますね。この、で反対側はこれ、P 何番でしょうっていうのをちょっと、これが P2 で、点々点々ってきて、PK 番。で、PK 番は中心通って、反対側は P 何番でしょうっていうのが分かるとですね、まず P2 番のところで対角線を取ったやつと P1 番の元々のやつとこう考えてみると、作戦としては P1 っていうのを固定してここを通る三角形を中心を内部に含む三角形を全て抽出する数を、そして、それを 2N 倍してしまうと、その三角形円にないです、できてくる中に O を含む三角形ができたかというと、一つの P1 固定した時にあったこの点とかこの点とかの三角形というのは中に含んでるけど、ここを頂点にした時にとここを頂点にした時に重複しているので三重に重複していることになります。で、作戦としては最後に3で割ると、そのためにはまず各頂点のうち一つを固定してそれから全てを抽出する。で、そうすればあと回転して全部の 2N 個のやつを考えたら3で割れば重複がなくなってるということになります。で、だけどまず最初にすぐ隣のところに辺を取っちゃうとこの O を含むような三角形はもはやこうなったりとか、ここ中心に通ったりとか、通らなくこうやって戻るときはすぐ隣、反対側はもう結局すぐ隣になっちゃうので、ここのプラス1番になっちゃうので、これはその中に含む三角形ができないので、これは P3 以上、 K が3以上のところだけで、かつここの番号何番か確認しますけど、ここまで来たらまっすぐなんでできないから、一つ前ならばこういう三角形があるので、この何番かの一つ前の P ほにゃららマイナス1番まではできる。3番からここまでのやつを考える。で、3番の時は、こう来てこうまっすぐやるとダメなので、例えば3番ですとこう自分自身の反対側、あ、これ P 番が気になってしまいますが、もうちょっとこっちに、これはこっちにして3番の反対側をこれにして、で、こことこう、こうとこうやっちゃうとこれ通っちゃうからダメなんで、こことからここの間にこいつがいますよね。で、3番で初めてここにこれ、この P 何番かと P3 番の反対側とで1番の反対と3番の反対側の間にこいつとこいつの反対側、この番号の引き算をして1引いたやつの数だけ、こことここの番号の引き算をしてその間に1引いた数だけ点があるから、その間にはこう結んでやると O を内部に含む三角形ができます。同じように順番に3番4番だったら1つ離れて、これとこの4番の反対の間に2個1つ増えます。で、3個4個と下抜けると増えていき、だから3番から1足す2足す3足す4足すどこまでか足せる、ここの番号まで足せばいい。で、これを具体的に分かるためには反対側にあった番号が分かればここの差で分かることになりますし、後でボコ四角形を考えるときにボコ四角形がいくつあるかも後じゃ困るんですね。先にやっちゃって安心してっていうのは実は僕なんですけど、後のボコの方が全部
1対1に対応すると勘違いしてしまって安心してたんですけど、そうじゃなくて、うん、最初の段階ですでに母語の方も考えなきゃいけないと。で、それにしてもこの反対側の番号を決めることが最初の問題で、こう、ここは一つ前のところは反対側は P2N ですね。ということは、N 本できるんだから、最後1本から1本来て、ここに N 本でないと、1,2,3…N ってなきゃいけないから、これは N のはずです。2N のところは N。で、1の時には N 足す1。すなわち、2番の時には N 足す2番。K 番の時は K 足す N 番ということがわかります。なんで N 本やったかったら、対角だから本数に縮約して考えたらシンプルですね。という直感が働きますね。っていうようなことを、なんとなく普段から遊んでないといかんかもしれません。っていうことが一つ言えるかと思います。そんな遊びをこの世にあるかっつったら、釣りして釣り竿を振るとかですね、ルーレットを回転させるとか、時計で時間の予想をいつもするとか、あんまりないかもしれないですけど、で、そんなような感じで、他にも方法があるけど、何らかの方法で N っていう数字とか K 番目に、ここの間の K 番目っていう番号を代表的に後で足したいからサフィックスをつけてやって、で反対側が何番目かを 2N の N を使って抽象化した表現で一般化して表すっていう、中学校の文字式による一般化、文字式どういう日本語でしょうな、での一般化っていうのをしっかり習得するというんでしょうか、使えるようにしておかなきゃいけない。だからそうですね、いろいろな工学的な科学技術的なシーンでも、経済学的なシーンでも、エクセルを使う計算でも、さまざまな変数からさまざまなアウトプットの数量を一般的な変数の数字を使って表現できるっていうことが重要です。ことを考えると、数学の中で文字式で一般化するという能力をもっと学校で鍛えるというのはいいことだと思うんだけど、私の記憶によると、中学校の入試問題のための1項目にはあって、すごい簡単なものはあるんだけど、面白くて豊かな内容になっているものを中学高校でやってるような気がしませんでしたんで、これを自分でやらなきゃいけない時代だったと思います。そういう面では最近は参考書やジェックやれる子がいっぱいあるので、自力でどこの人も鍛えることができるので、学校でそういうものが充実してないなって思ったり、教科書はダメじゃんと思ったら、自分でそういうことを、いや、文字式によるいろんなケースを一般化するトレーニングは大事だと思います。で、そこで特にこういう周期性のあるもの、繰り返し繰り返し同じところに戻ってくるような、対称性、回転対称や点対称や線対称、周期性といった対称性のある問題を、対称性をうまく生かして文字式に一般化するっていうようなものなどが面白いと思います。それでは、本題に戻りまして、今の話は、普段対称性を生かすような文字式の一般化の問題を、
って練習する、それは別に実際に 本とか参考書でなくても、やろうと思ったらできるだろうということです。でもそして本題で、こういっぱいぐちゃぐちゃしちゃったんですが、赤で三角形を一つ描くと、軽版だとここだとダメだけど、これを中心に軽版まで一本引いて、でもう一つはこの軽打線の引く位置と PK っていうのはちゃんとを中に含んでいるようにできるので、K 引く足す K 足す N 番から、この P の1の反対の、N 足す1を引いてやると余分に1個あるから、それさらに1個引いた間の点が N とすると、これは K 引く2になります。 N 個の点が1個の K 番目が決まると PK が決まると P1PK が決まると N 個の点 PK 足す N 引く1から PN 足す2 PN 足す2から PK 足す N 引く1までの K-2 この点を結ぶことで三角形ができる。でこれを K が3がミニマムで、3から足していいのはどこまでかというと、この中心に対角線こう行っちゃダメです、一つ前の N まで足しませるよと、 N 足す 1N まで足そうと、すなわち3から N まで K-2 を足すということはですね、その分だけの数が、それの合計がさっき言ったデコ三角形の数になる、こういう、デコを求める正、三角形の数になります。この O を含む三角形が P、 でこの P からデコは3倍すれば出てきます。デコ四角形は、でボコ四角、あでボコ四角形か、ボコの四角形の方が P から3倍すれば出てきて、問題はデコの膨らんだ方ですと。まず P を求めるときに面倒くさいので K で足すんじゃなしに N にしたら、 N はこれ1から N まで、 N 引く2まで、N 引く2までなので、これは2分の N 引く2、N 引く1ってなります。ただし、N は3以上ですねと。2の時は2人が死ぬ時はもう1個しかない。六角形以上の時の N3 以上の時に数えることができる。でここで注意しなきゃいけないのは N3 以上だから、N が N2 にすると0になっちゃうんですけど、 N2 の時には0っていうのは、ここのこことの四角形を取ろうとして、三角形を取ろうとしてそんなのはないよって言っているのであって、N が2で、2N で、四角形の時にこの数がわからないかというと、四角形の時には、そうですね、わからないわけじゃなくて、N は2以上でもういいっていうことですね。すなわち P が0なのは、四角形の時には O を中に含む三角形ができないから P は0は OK なので、台の N2 以上でこれを使って大丈夫っていうのをやっぱチェック
で問題はそれで数ができたんで、これを3倍して、で母校がそれに1個対応したら6倍して、さっきの 4NC4 と足せば出来上がりって言ったらブーってことですね。でここまでは簡単で、あとの締めのデコの方を含んでる3つ含んでるやつが母校を愛何個足せばいいの、重複は消せれるのっていうやつですね。あ、これの三角形は正確にはフィはこれを3で割るんだな。あ、P を3で割って、さらにこれが母個の方で、デコの方はこれにそれぞれ、これは母個で、デコは果たして P を3で割った三角形に何倍になるでしょうっていう、こっちが重要で、それと 2N4 を足せば出来上がりということになると思います。で問題はこれです、ヒントはここでやった数になりますので考えてみましょう。